公所帝、公所帝、公所帝、公所帝は、真の第十一代皇帝、在位、1875年から1908年。意味名はじめ、は、三随に静か。病号は徳宗。在世時の言語の公所をとって、公所帝と呼ばれる。同皇帝の第七子やつし真の、駅の二子として生まれる。母は、聖太皇の妹である。 いとこの道地カドが創生した後に、権力保持を狙う、おばの生体校によって擁立された。即位したのは三歳の時であり、実権は生体校が握り水連調整が行われた。当初は、東大郷やおじの共振農へ権険を、政権を担ったが、高所七年、1881年に、東大郷が急死、高所年、千年、1884年に共振農が、 生大校に失脚させられると生大校が事実上政権の主犯になった。同地帝の頃からあった清の衰退は、高所定の治世でも続き、同智10年、1871年の心境で勃発した薬部べくの乱の最中に起こった、ロシアの入り選挙、高所元年、1875年の日本による、朝鮮の干渉、高下党事件、高所5年、 1879年の日本の琉球併合、琉球処分、高所11年、1885年の清志仏戦争によるベトナムへの影響力喪失などが挙げられる。それでも、生太校の信任が厚い理工賞、佐相等らによる養務運動で、真の経済、技術発展が進められ、新教は高所3年、1877年までに佐相党に平定され、 高所7年、1881年の維持条約で、維持はロシアから返還された。朝鮮をめぐる日本との外交も、李工省が、高所8年、1882年の神語事変、高所10年、1884年の更新政変を経て、高所11年の天津条約朝鮮に足場を築き、ある程度は国力を持ち直した。高所帝は16歳になった。 高所十三年、1887年に、聖大公から政権を移譲されたが、彼女の指導で政治を行う燻政という形で、継続、高所十五年、1889年に結婚に、伴い正式に申請を開始した。だが、申請により、王道は、李広氏、モラ側近が高所に接近して派閥が結成されると、公李公らと対立。 高所20年、1894年の日清戦争敗北による、李工省の Y 軍、北洋艦隊壊滅、翌21年、1895年の下関条約で明記された朝鮮への影響力喪失など、相次ぐ自国の不甲斐なさを、高所定は嘆き、国政回復を絶望するようになった。それゆえ日清戦争後、李工省を罷免、公威、 両警庁らによる、変法運動への興味を強く持つようになり、生太校の区靴から脱し、自らの申請により、真の中高を成し遂げようと高所24年、1898年、二世の抜本的な改革を宣言した、語術の変法」。しかしあまりにも、急進的な改革に、宮廷は混乱し、保守派の期待は生太校へ集まるようになる。 生太校は当初生還していたが、偏方派の一部が、生太校の遊兵を計画。当初偏方派に同調していた、遠征外は、偏方派を裏切り子の計画を、生太校の側近坂江六に密告した。生太校は先手を打って、クーデターを起こし、高所定を監禁し、偏方派を弾圧した、墓術の政変。生太校は一時、高所定の敗を考え、高所定の、 十、おいで、自らの大いでもある、橋軍王、三位の子、不襲を大赤、皇太子に立てたが、列強の反対にあい、皇書帝の敗位は断念した。皇書二十六年、千九百年、義和団の乱が勃発し、八カ国連合軍が北京に、迫ると、西大后に連れられて西安まで落ち延びた。レジナルド・ジョンストーンは、官,官から聞いた話によると、当時皇帝は、 資金状を脱出しようとも論んだけれども、宮中の観岸に止められたという。その際に、高所邸の即室陳皮が、生態公の命により井戸に投げ込まれて殺害された。生態公の命令で復帰した、李公省と列強の交渉で、翌二十七年、1901年に、新中和役を締結、事件の処分は直接首謀者だけに限られ、北京帰還後も実験は生態公が握り続けた。 その後、生大公の主導で、かつての土の犬の変法と、基本的に同じ路線の近代化改革である、公所申請が展開されるが、公所邸は、終始、生大公の苦月にとどまった。公所十四年、1908年10月21日に、崩御。翌日の22日に、生大公も死去。清清星に両母がある。子がなかったため、 生太校の遺言で老いにあたる不義が、戦闘帝として、即位、実父で、高所帝の弟である、厚志親王はじめが政権を委ねられたが、象徴を失った清は三年後の戦闘三年から四年、1911年から1912年にかけて起こった、侵害革命で滅亡した。死因については、毒殺説と自然施設の両方が存在し、 当時から秘書で毒殺されたという噂があった。1980年の高所定の両母発掘の際の遺体調査では、頸椎、毛髪いずれにも中毒の痕跡を見出せず、外傷も存在しなかったこと、高所定に関するカルテ及び薬品の処方といった資料が現在も呼吸に残されおり、書籍も出版されていることなどから、病死の可能性が濃厚と考えられてきた。 しかしながら2003年より中国の国家新紙編纂委員会原子力科学研究員などからなるプロジェクトチームが結成され死因の調査を行った結果2007年に頭髪に集中して通常の1000から2000倍の火が検出されたと報道されこれこそ一度に大量のヒ素を投与された証拠だとし再びヒ素による毒殺の可能性がクローズアップされてきた その後も調査を進め、高所定の違発や衣服などを調査した結果、致死量をはるかに上回る猛毒の酸酸化にヒ素が検出された。毒の残留状況や文献記録などから慢性中毒ではないとして、委員会は2008、高所定の死因は急性胃腸性ヒ素中毒であり毒殺されたものと結論づけた。研究の成果は、編纂中の真摯に反映される予定。 犯人についてはいくつかの説があり、主なものを一家に列挙する。だが、いずれの説にも証拠はなく、また共謀している、可能性も考えられるものの、真相は明らかになっていない。皇后方が一人、側室が二人いたが、いずれの女性の間にも子供は生まれなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。